今日は、7月18日の金曜日でございます。朝日がめっちゃ綺麗でございます。今日はね、金曜日なので、頑張っていきたいと思います。今週はね、4連休なんですよね。土日と月曜日と火曜日も休めて4連休なので、ちょっと今日頑張りたいと思います。今日の朝食はなんか家族が作ってくれた、何ですかこの、なんかバナナを刻んだやつが入ってる、なんですか、ケーキなのかなこれ、なんだろう、なんかそういうやつです。これ美味しいです。ダット、ダットじゃない、ロオ、OAT、 オアト25っていうなんかやつ、こんなクッキーみたいなのが3枚入ってて、これめっちゃ美味しいです。じゃあ今日はもう一回病院に行きます。この仮玉つぶ杖を返しに行くのと、あと何だろう、最終的に見てもらう感じです。もうとりあえず、あの普通にな、あの全然運動とかもしていい感じにはまでは治りました。一応ちょっと湿布とかはもらいましたが、もう普通に運動とかはできる感じです。曲げても痛くないし、よかったです。でも意外と半月ぐらいで治った感じだね。よかったね。よかった。でもまだちょっと腫れてるって言われたよ。まだ腫れてるけど痛みは引いたので、はい、OK です。うん、って言われも全然痛みはないんで OK です。間に合いませんでした。すいません。私もあの西の前頭筆頭隆の勝が3勝2敗で白星先行の中盤戦です。大関関脇との対戦を終えた。結構相撲の声ってびっくりするよね。いや、今日はマイクちょっと良すぎじゃないの。確かに隆の勝も白星一番の期待を上げてました。さあ、せっかく近くまで来たので小島電機にヒロナインがあの置いてあるかだけど、あのヨドバシとかにはね、あのもう売ってるらしいけど、小島電機にもあっても、こっちの方の小島電機にあるかは分かんない。お、抽選受付すごっ。5万4000円か、なかなか高、抽選なんだ。なんか変わってる。さあどうか、さすがにまだないか。ないか。さすがにまだなかったです。ないです。あれでも、お、予約9月17日に発売だ。うん。昨日だ。今日だね。でもまだここには置いてないってことか。声投げてさ、悪いけど超悪徳商法だね。アクセサリー1個やると 2%、 2個買うと 4%。 悪徳商法ですかね。安くなる。安くはなるよ。おー、ヒロナインブラック、いや欲しいな。値段は変えないです。あ、小島ネットでは販売してるってことか。あ、そうですね。なるほどね。店舗ではまだない感じです。うん、そうですね、店舗ではまだ、もしかしたら今週の4連休とかもしかね。あ、そこのハンドルもさ、なんかこれだけで4000円ぐらいするんだよ。だからあの、なんか今回のあのセットみたいな、ヒロネのセットみたいなやつは、この
ハンドルとバッテリーとなんかどれか、これかな多分。これも3000円ぐらいです。これなに？GoPro？ サーフボード、サーフボードだからサーフィンのやつに使える。スキーのやつないかな。スキーはこれなのかな。なるほど。結構いっぱいあるんだよね。GoPro の。そっちは寒いです。そう。これがあれで実物であの DJI の。はい。そうなんです。これ iPad も予約。9月18日発売。だから今日か。今日発売になるんだ。iPad Air かあの新しい無印のやつですもんね、これ。なるほど。今日発売ってなってますけど、実機を早く触ってみたいです。映像が古すぎる。なんか夕日が綺麗。うん、夕日が結構綺麗です。サイクリング中です。金曜日の夜とか次休みの日って結構夜サイクリングしたりするんですが、これが結構楽しいんですよね。あ、ちなみに忘れてましたが、新名通りのイオンドール16日で、閉店したみたいですね。もう GoPro とかあると楽しいかもしれませんね。ここら辺につけてやると結構あのハイパーラプスとかで、通りながら行くと結構楽しいかもしれないですよね。また消えてる。エレベーターが消えてると結構遅く帰ってきた感が出てくるんですよね。あ、ちなみにこの前あの壊れたイヤホン、なんかあの片耳聞こえなかったやつ、あの乾かしてもね結構治らなくて使えなくて、他の有線のイヤホン使ってたんですけど、それもなんかあの片耳聞こえなくなっちゃって、これちょっと家族から借りてる、これ Bluetooth イヤホン借りて使ってます。これあの完全なあの独立型のワイヤレスイヤホンじゃなくて、こんな感じの首にかけるネックタイプの Bluetooth イヤホンですね。ここにレシーバーとかコントロールするやつもあって、で結構音質いいんですよね。これ3000円ぐらいで買ったっていうあの言われたんですけれども、結構音質良かったです。うん、このメーカーがジェプライド。ちょっと中華メーカーの読み方って、あのメーカーの読み方っていまいちわかんないんですけど、こんな感じですね。うん、いや、バッテリー持ちも普通に良くて接続性もいいので、これ結構気に入って使ってます。うん、